はい、こんにちは、スプレアートエンドのめちゃんとベラちゃんです。イエーイ。一番ヤバい喧嘩は、二人で一番今までヤバかった喧嘩、ヤバかった喧嘩は何だった？パッとね、思い出すのはね、ペンキ黄色事件ですね。あれは面白かったね。ヤバかった、ヤバかったよ。まあ私にとって面白かったね。面白かった。喧嘩した理由はマジで覚えてない。理由はいつもくだらないからね。理由はくだらない。なんだっけ、何回喧嘩して、もうすげえ喧嘩して、怒鳴り合いやら何やらでもう全然止まんなくなって、もう喧嘩やばくて、どうやって止めればいいんだろう、どうやってこの喧嘩を止めればいいんだろうと思って、ペンキの缶があって、黄色いやつね、真っ黄色いやつね、うわーって体全部黄色になって、目もこう、もう目も開かなくなっちゃって、ままで、シンナー混ぜてるから、もう息もできなくなっちゃって、本当はね、死ぬかと思った、俺。で、家こうやって帰って。お風呂に入ってもさ、取れない。取れない。一週間真っ黄色だった。だ理由は、なんどうしたのつって。ペンキが上から落ちてきた。本当はね。本当は。大喧嘩だった。大喧嘩して。ということで、夫婦喧嘩した時に、止める方法は、木を油性のペンキ頭からバーってかけて真っ黄色になったら、とりあえず喧嘩は止まる。で、今実証済みです。楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントとシェアをしてください。はい、よろしくお願いします。アディオス。